今回は、自分が風景写真をやっていて、これが一番大事だっていうところを、最近ね、こう明確に分かってきたので、紹介したいと思います。で、ズバリ、まず一番大事だって思うところは、シャープさとソフトさ、テクスチャーですね。それがね、今のところ今大事じゃないかなっていうふうに思ってます。当然ね、被写体、色、光、影、大事なんですけど、最近一番思うのは、そのテクスチャーでソフトさ、シャープさもないとダメなんですけど、ソフトさの方が表現が難しいので、ソフトさが大事だと思います。いろんなね、作品を見ながら紹介していこうと思うんですけど、まず分かりやすいの。これね、滝雲を長距離録音したものですね。これはね、この針葉樹がちょうどこう、この間をね、谷間を縫ってというか、雲が走ってたんですけど、このね、針葉樹の細かいシャープさと、その中のね、走ってる雲のこのソフトさ、これが一番幻想的に見えるかなっていうふうに思ってて、これが分かりやすいと思って選びました。構図もね、左上にね、抜けるような構図に斜めにね、配置されてはいるんですけど、このソフトさがあってこそ、この幻想的な雰囲気が出るというふうに思います。で、次はモノクロ写真なんですけど、霧が出てる時に、撮ったんですけど、この奥行きの感じる構図、16対9で撮って、この木のね、並びが、綺麗だったのと、奥にね、こう続くラインが見えるので、そのラインを意識して撮りました。で、当然霧が出てて、奥の方に行くほど、こう、霞んでいく。奥が見えなくなってくる。それを明確にするために、モノクロで撮りました。手前の方はね、木がはっきり出てるので、黒くはっきり出る。奥は白く霞んで見えてくっていう構図。これだとかなりこう幻想的に見える。なんでモノクロで、撮ったかっていうと、さっきも言ったかもしれないですけど、奥行きを出すため、とにかく。そこにフォーカスするために、モノクロの方が、いい表現ができたっていうところですね。色つけちゃうと、こう、色に惑わされちゃって、その、質感っていうことに、こう、うまくフォーカスできない感じがしたんで、モノクロでレタッチをしました。で、次の作品は、この苔の森の作品です。で、これは超広角で撮って、で、逆光、太陽がね、上から出てきていて、そのフレアがね、ふわっと広がったんで、それを活かしたように、レタッチしました。で、撮影の時も構図を、丁寧にね、こう変えて、そのフレアの入り具合、ソフト具合、手でね、こう遮るかどうかっていうのも試して、フレアが入るか入らないか、っていうのを試しながらね、いろいろやって撮りました。これもね、手前のね、シャープさ、苔の広がりからの奥のね、光のソフトの入りっていうのが大事で、これがなかったら結構ね、こう、真面目な写真っていうのかな、こう、普通の写真になっちゃうんですけど、それをね、あえてフレアを入れて、レタッチでもちょっとね、こう、光の広がりとソフトさを追加して、幻想的な雰囲気にしました。最終的にね、幻想的に、風景写真をしたいので、そういう感じになるように設定だったり、レタッチだったりっていうのをしました。で、次、最終的に、このソフトさについては、
ICM に行き着いてしまうんですけど、 ICM をね始めてからそのソフトさの大切さだったりテクスチャのバランスっていうのはねすごく大事だなって気づかされました。でこれはね白樺の木かな、多分それを ICM したと思うんですけど、中心の質感、これすごくいいと思うんですけど、これはね何回もね取り直して、まあ、バランスだったり、っていうのをこだわって10枚以上20枚ぐらいとかだったと思います。でその中から厳選してさらにちょっとトリミングをねしないといけないんで、トリミングをしてこのバランスに落ち着きました。何かのね繊維というか細胞というかそんな雰囲気、不思議な雰囲気になるようにして、この光のラインっていうのはとにかくこう強く出るので、それ以外のところもねソフトなところを、バランスを見てレタッチで、まあ、撮る段階にもそのバランスをちょっと見るという感じでした。こんな感じに、ね、幻想的になると思います。で最後は、まあ、滝のね作品です。まあ、これはね以前 Vlog に上げたんですけど、まあね、水の流れを超秒録音するとソフトになるっていう、まあ、当然ですけどそういう表現方法、まあ、これも幻想的に見える手法です。なんでまあ身近なところに、ね、意外と潜んでますよね。雲も超秒録音すればソフトになるんで、まあ、住んでる土地によってね変わってくると思うんですけど、まあ、滝が多い木がいっぱいあるとか、まあ、ICM は関係ないかもしれないですけど、どこでもできるので、あとは、まあ、都市に住んでたら雲を流したりとか、まあ、長秒録音で、まあ、住んでる土地によってね、やり方はいろいろあると思うんですけど、まあ、そういう風にね、まあ、ソフトなものっていうのを活かしていくと写真の完成度をすごく上げられるものになるので、まあ、それを使ってね幻想的にこう仕上げていく、まあ、自分の目標はそこなので、幻想的で絵の絵画のような感じで魅力的にしたいので、まあ、そういうふうに自分自身を感じるので、そのソフトさを生かして作品作りをやっていこうと思ってます。はい、こんな感じでね一応作例紹介してみました。まあ、まとめるとね、まあ、幻想的な雰囲気にするっていうのを目的として、まあ、ソフトさシャープさ両方を兼ね備えれば、まあ、その最終的に幻想的っていうところに持っていけるというふうに、まあ、自分は今思っています。のでそれをねうまく使うっていうのが大事だと思います。まあ、ソフトな表現っていうのは霧だったり霞だったり、まあ、長秒録音で表すこともできるし、まあ、ICM、まあ、同じですよ、長秒録音で表すこともできるので、まあ、いろんなね手法があります。まあ、そのいくつかを使って、撮影して、まあ、レタッチの時にそれをさらに活かしたりさらに付け加える、まあ、そういうのが大事だと思っています。はい、そんな感じで今回は、紹介してみました。またよかったらいいね、高評価よろしくお願いします。それではまた。